iOS16 から登場した個人情報安全性チェックを使えば、 iPhone 上で共有やアクセスを素早くリセットして、つながりを断ちたい人との共有を停止したり、望ましくないアプリやデバイスからのアクセスを遮断することができます。これは例えば家庭内暴力など個人的な安全が脅かされているときに役立つ機能です。まず設定で画面を下にスクロールして、プライバシーとセキュリティをタップ、下にスクロールして個人情報安全性チェックをタップします。もし途中でこの作業をしていることを急いで隠さなければならない状況になったときは、画面右上の今すぐ中止をタップしましょう。これにより直ちにホーム画面に戻ります。それまでの変更内容はすべて保存されますが、あなたが最後にどの設定画面を開いていたかは他の誰にも分かりません。差し迫った脅威にさらされている場合は、緊急リセットをタップすることで、すべての人との共有やすべてのアプリからのアクセスを即時停止できます。緊急リセットが完了すると、探すの位置情報の共有が停止され、すべてのアプリに対するアクセス許可がリセットされ、メッセージやフェイスタイムも自分が今手に持っているデバイスだけに制限されます。共有やアクセスを一つ一つ検討したい場合は、共有とアクセスを管理をタップ、誰との共有を停止するか、どのアプリからのアクセスを遮断するかを個別に選べます。このビデオでは共有とアクセスを管理の手順をご紹介します。準備ができたら続けるをタップ、変更内容はすべてその都度保存されます。まず誰と何を共有しているのかを確認します。共有を停止するには相手の名前をタップして、共有を確認をタップ、そして共有を停止したい情報を選択します。共有を停止をタップして、確認のためにもう一度共有を停止をタップ。ちなみに共有を停止すると相手はそれに気づく可能性があることを覚えておいてください。共有状況を確認したい人が他にもいる場合は、さらに他の人を確認をタップ。位置情報、写真アルバム、カレンダーなど共有している情報別にこのリストを表示することもできます。それには情報タブをタップして、カテゴリーをタップ、共有を確認をタップして、この情報の共有を停止したい相手を選択します。そして共有を停止をタップして、確認のために位置情報の共有を停止をタップ、続けるをタップして、次の手順へ進みましょう。この手順では自分の情報へのアクセスを許可しているアプリを確認できます。アプリ名を一覧表示したいときはこのタブ、こちらのタブでは情報の種類別にリストを表示できます。アクセスを停止するには目的のアプリを選択して、アップのアクセスを停止をタップします。続けるをタップして次へ進みましょう。ここには自分の Apple ID でサインインしているデバイスが表示されます。例えば誰かと共有している iPad など、特定のデバイスを自分のアカウントから削除したい場合は、そのデバイスを選択して、選択したデバイスを削除をタップして、確認のためにデバイスを削除をタップします。さて次は Apple ID パスワード、必要な場合はここで更新できます。今すぐ更新したい場合はパスワードを更新をタップ、後でやりたい場合は後で設定から更新をタップしましょう。さて次は緊急連絡先の確認、緊急連絡先を削除したい場合は名前の横にある赤いマイナス印のボタンをタップして、確認のために削除をタップ、信頼できる人を新しい緊急連絡先として追加するには緑のプラス印のボタンをタップ、連絡先を選択して間柄を選択します。続けるをタップして次へ進みましょう。次はデバイスのパスコード、必要な場合はここでアップデートできます。現在のパスコードを入力して画面の案内に沿ってアップデートするか、またはスキップをタップして次へ進みます。パスコードは設定でいつでも変更できます。これで個人情報安全性チェックは完了。自分のプライバシーや安全を守るための方法をもっと知りたい場合は詳しい情報をタップしましょう。個人情報安全性チェックではこの他にも信頼できる電話番号を確認したり、Face ID やTouch ID をリセットするオプションが表示されることもあります。
これまでに変更した内容はすべて保存され、すでに有効になっています。では、完了をタップして最初の画面に戻りましょう。画面右上の今すぐ中止をタップすると、個人情報安全性チェックが終了してホーム画面に戻ります。Apple デバイスのプライバシーとセキュリティ設定についてもっと詳しく知りたい場合は、このリンクから個人の安全ユーザーガイドをご覧ください。概要欄にもリンクが貼ってありますのでご参照ください。